皆さんこんにちは、新妻聖子です。2021年5月中止となってしまいましたラララクラシックコンサート、開催されていたら、私は素敵な共演者の皆様と共に歌をお届けしていたはずだったんですけれども、楽しみにしていたことは、中川晃典さんとディズニーアラジンのホールニューワールドをデュエットする予定でした。アッキーは歌声の魔法をお持ちの、スペシャルなボーカリストなので、一緒に魔法の絨毯に乗った気分で歌えるのを楽しみにしていましたが、またの機会に皆様に、ハーモニーをお聞かせできるのを今楽しみにしています。そして、咲姫優さんと、ミュージカルジギルとハイドよりその目にという女性2人の素敵なデュエットも披露させていただく予定でした。これもとっても楽しみだったんですけれども、きっとまたどこかで、2人で歌をお届けできる機会があると信じています。そしてソニンちゃんとか上原くんとか素敵な仲間とみんなで合唱できること、そして素晴らしいオーケストラの皆様と皆様に音楽の魔法を、お届けできることを楽しみにしています。必ずまたどこかでお会いできると信じております。いろんな影響で中止になるコンサートやミュージカルなどが多いですけれども、一つ止まったらそれはまた次必ずお会いしましょうねという約束につながっているんだと私は信じています。それぞれの場所で皆さんが元気で幸せに日々を重ねていてくだされば、必ずまた音楽の中でみんなでこう時間を共有する機会が訪れると私は信じて疑っておりません。なので皆様どうか元気でお過ごしください。そして、機会がありましたらまた私たちに会いに来てください。いつもありがとうございます。新妻聖子でした。こんにちは、中川晃典です。ラララクラシック、今回はミュージカルの巨匠たちをテーマに、レナード・バーンスタインやアンドリュー・ロイド・ウェーバー、クロド・ミシェル・シェーンベルク、そして私もモーツァルトという作品でお世話になりましたクンツェさんとリーヴァイさん、こういった名作曲家たちが生み出した素晴らしいミュージカル作品の音楽をお届けするでした。僕は新妻聖子さんとアホールニューワールドも歌う予定でした。事前のインタビューでも新妻聖子さんともこのラララクラシックならではのやっぱりナンバー、そして私たちが読売日本交響楽団のオーケストラの皆さんと一緒に作り出すこのコンサートならではな、その迫力、素晴らしさをとても楽しみだねと話していました。オーケストラで聴くミュージカルナンバーはまた普段聴くその魅力と違った、きっと物語の背景やその音楽の持つ力、そして歌声、こういったもので皆さんの心にきっと感動となって届くんではないでしょうか。僕もまた皆さんとこのコンサートでお会いできる日を心から楽しみにしています。そうですね、フルオーケストラでミュージカルの曲が歌えるのが本当に楽しみにしていました。そしておそらく皆さんが聴きたかったであろう私のあの役のあの曲だったりだとか、うわこのコラボレーションはちょっと感慨深いなみたいなデュエットもありました。楽しみにしてました。私自身も本当に楽しみにしていたので本当に本当に残念でしたけども、またいつか、この座組で皆さんにお会いできることを楽しみにしています。皆さんお体に気をつけてまたお会いしましょう。ソニンでした。
そうですね、もう新妻聖子さん、それから中川晃教さん、ソニンさん、さきみゆさんといったミュージカルでも活躍されていて、そしてもう歌い手としての、 あの評価もすごく高い素晴らしい方々との共演をとても楽しみにしていましたし、僕はあの常々、まあ、いろんなところで今後こういう役を演じていきたい、やっていきたいんだっていうことを、まあ、言ってるんですけれども、 ありがたいことにそれがふんだんに盛り込まれた、セットリストにしていただいたのもありまして、とてもとても楽しみにしていました。それをもう本当にフルオーケストラであのホールで歌うことができるというのがもうこれ以上ないぐらいの栄誉だなと感じていました。今回のラララクラシックコンサートが中止になりましてとても残念でしたが、しかしまた必ず皆様と笑顔でお会いできることを信じています。心からそれを願っています。諦めずに信じていれば夢は叶うのかなと思っておりますので、どうぞ皆様ももしよければ楽しみにしていただけたら嬉しいと思います。本当にこれから寒くなっていって体調を崩しやすくなる季節になると思いますけれども、どうか皆様お体ご自愛ください。そして元気に笑顔で過ごされますことを心から願っています。さきひみゆです。本来ならば本年5月に出演させていただく予定でしたラララクラシックコンサート、2度目の出演が叶わずとても残念に思っています。フルオーケストラの皆様の素晴らしい演奏で歌わせていただくのをとても楽しみにしていましたし、私自身新たに挑戦させていただく予定だった、そのために、練習を重ねていた楽曲もございました。またデュエットソングも歌わせていただくのを楽しみにしていたので、いろいろなワクワクが一気にそうですね、立たれてしまってとても悔しい気持ちでいっぱいです。この度は皆様にお目にかかることができず本当に残念でしたが、いつかまたラララクラシックコンサートで皆様にお会いできる日を心から楽しみにしています。どうか皆様それまで引き続きご自愛ください。